丈夫ですね。大丈夫そうですね。うん。この前動画撮影した女の人も静かでしたね。はい、あ、マジですか。痛いことは痛いけど、聞きましたけど、うん、これは、まだこれ以上痛くなります？まあまあ、これ YouTube ぐらいですね。あ、そうなんですね。はい、あ、これはじゃあまだいけます。さすがですね。強いですね、痛みに。あ、そうなんですね。あ、やと思いますよ。目叫んでますからね。あ、そうか。はい、めっちゃすっごい覚悟してきたんです。はい。強いですよ。あ、そっか。でも多分お尻はやばい気がします。自分で叩いても響くぐらい。結構急に予約しようと思った感じですか？なんかね、結構前からSNS でポンとここがなんか広告かなんかで上がってきて、はいはいはい、めっちゃ気になってたんです。はいはい、でもなかなか勇気が出ず。でもちょく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 見て、はい、そして昨日の夜中思い立って予約しました。あ、急に予約入ってるわけ。寝る前に。あ、でもそこ痛いですね。そこ。そこですよね。大阪でもやってはるんですよね。大阪でもやってますね。忙しいですね。今はまあでも月1回とかそのぐらいですけどね。あ、そうなんですか。そうです、そうです。前まだ毎週とかやってましたけど、コロナ前とか。あ、そうなんですね。はい、だから向こう方面の人が来るって感じですね。あ、神戸とか。すごい。なんで富男なんですか？富男、まあ、僕はここ一応曲がりしてる感じなんですけど、はい、で、ここでちょっと書いてるって感じですね。でも、駅前で立地はいいですよね。そうですよね。ああ、大阪南森町でやってるんで、場所的にやっぱり路線が多いからいいみたいですけどね、やっぱり大阪の人とか。あ、そうですね、こっちまで来るよりは。だからみんな結構仕事の途中に来たりしてますね。あ、へえ。それもすごいですね。遠くからばっかり。そうです、もうほとんど他府県ですね。あー、すごい。